はい今回は、葛西臨海公園について、樹木を1400本切り倒し、太陽光パネルにするという、まあ、こちら、えー、とてもやばいニュースですね。こちらがありますので、こちらを考えていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。まあちょっとはっきりわからないところもあるんですが、これもほぼこう決まってしまったんじゃないかと、まあ半ば決まってしまったんじゃないかっていう、まあそういった話なんですね。僕その、ねえー、こののそののののねこ今回 東京都の葛西臨海公園というのがちょっとわからないので、まあ、調べたんですけれども、まあ、東京の中にある、えーまあそのまあ、自然があるう、まあ、そういったところなんですが、まあ、そちらの,です、ねまあ、その森林を、えーまあ、伐採して そこに太陽光パネルを入れるっていうね、えー、まあ、そういったような話なんですよ。で、多くの人が反対しているにもかかわらず、そちらを、えー、まあえー、押し切るっていう、そういった内容だと思うんで、ニュースっていうか、あーまあ、その内容っていうかをお伝えして、まあ、ちょっとあー、まあ、思うところをお伝えしていこうと思います。えー、まずですね、まあ、どういったことなのかっていうと、まず一言で言うと、こういったことなんですね。東京都が 火災臨海公園の樹木を1400本切り倒し、太陽光パネルを、えーまあ、並べると、何かという話じゃないですか、これ。あの東京都は この葛西臨海公園というところが、えー、まあ老朽化しているとかあのバリアフ、バリアフリーの不備とか、まあ、そういったことをまあ理由に、解体撤去建て替えとかということを言ってるんですが、その際にです、ねこの、ここの葛西臨海公園の樹木を1400本切り倒し、太陽光パネルを並べる計画がこちら、えー、まあ言われているわけですね。で東京都のまあ小池都知事はあこの、この件ね、この、 1400本切り倒して太陽光パネルするという件に関して、まあ、都民でしょうね、えー、パブリックコメントって言われているんで、90%以上の,、まあ、その都民、パブリックコメントが反対しているにもかかわらず、それを一切無視して解体作業を、えーまあ、行おうとしていると、まあ、そういったことがあ、まあ、ニュース、やばいこちら、ニュースになっているということなんですよ。 でここのこの東京都の河西臨海公園というのはかなり大きい公園であるということが知られていてねでまあ自然自然にまあ恵まれる、って、まあ、僕は行ったことないんですけど自然に恵まれるということでまあ水族館、河西臨海水族園とかまあ飲食施設とか大型観覧車とかさまざまな食物とかあってね休日には。 えー、たくさんの人が訪れる、えー、まあ、その行楽地になっているということで、で、まあ、都が東京湾沿岸や、え東京湾沿岸の汚染や埋め立てで破壊された自然環境を再生しようと整備されたもの、えー、なんですが、まあ、それを破壊しようと大ましていると。で、ここの あのー、ところにはですねなかなか見ることない動物植物とかもいるっていうことが、まあ、言われてるんで、えー、貴重じゃないですかでここがあのー、このなんていうのかな2028年の3月に閉園をま目指してるって言われてるんですよでそ,そこで、えー、さっき言ったこの森林を伐採して、えー、ねその太陽光パネルにするっていうことなんですがこのまあ東京都の都民の方ですね パブリックコメントというか東京都の都民の方はの約90%、87%が今の水族園で水族館の機能を持ったままの存続を望むって言ってるにもかかわらずつまり、ここ、この葛西臨海公園というのを残してもらいたいと約 9, 9割が言ってたにもかかわらずそれをまあ無視するとね、うん、で無視して森林、えーね、を1400本伐採してそこに太陽光パネルを入れるということで、うん、これ、一体何なのかって話じゃないですか。 2028年の3月ということなんで、まだ本決まりではないですけど、ほぼほぼもう決まりそうであるということで、えー、この太陽光パネルの利権だと思うんですね、だから東京都民の9割、約90%が反対しても、それを押し通してしまうわけですよ、ね、この自然林、自然に近い、えー、この森の樹木をすべ、ね、て切って、えー、1400本切って、太陽光パネルを、えー、並べるのっていう意味がわからないんですけど、太陽光パネルはこれ、利権だと思うんですよね。 うん、でこちらの話っていうのはまあ、注目されていてね、ね何をしてんだっていう話なわけじゃないですか、わ,わざわざね東京,東京都民の9割が反対している、ね、こういったものから、ね、あの樹木はなくなることによって、ね、自然破壊にもなってしまうにもかかわらず、えー、やるわけですよ。このこ 小池より子はね、緑のタヌキが。で、えーまあ、いろんな問題があると思うんですけど、まあ、おそらくこの太陽光パネル利権って言ってね、まあ、おそらく中国と、まあ、そういったものの利権が関与してると思うんですが、何が問題なのかって言ったら、まあ、この小池頼子も問題ですし、東京都の議員も、ね、これ都民の90%が反対してるものを押し通してしまうわけじゃないですか、自分たちの利権、うん、その外国への利権か、なんだか知りませんけど、売国だと思いますけどね。あのだから日本を外国に売り払う そのの太陽光パネルの利権とと引き換ええに売国政策を、えーまあ、してると考えられますだから貴重な公園とか自然破壊を,、えー、を申し,して貴重な公園あるいは自然を破壊してあるいは東京都民の9割の反対の声を無視してこういうことをやるっておかしいとしか思わないじゃないですかだからあのこの東京都、まあ、小池百合子もそうですが、まあ他の議員も止めてないところを見るとね、えーまあ、本当にこの反日売国ですよあの日本を、ねえー、外国に売り払って売国って言ってね、うん、そういうことをしてると。 こんなことしたら、東京都が良くなるわけがないじゃないですか、だって東京都の,あのためになってないわけですよ、だって9割の人が反対してるわけですよ、それをあの押し切ってや,あのやる、やってしまうっていうね。 だから本当にあの今回のこのニュースを、ね、見て思いましたけど、この葛西臨海公園の樹木を1400本切り倒して太陽光パネルにするっていうね、そんなことではなく、東京都のこと、あるいは東京都民のことを考えてね、まあ、そういった人にね、か、え、じ、ーまあ、を切ってもらいたいと、本当に心の底から思いますね、もうただただあの悲しいですね、うん、こういった葛、ね、西、えー、臨海公園っていうものがなくなるのもそうだし、その樹木を1400本切ってね、太陽光パネルを、まあ、入れるっていうのも、 もう意味がかかんないですかね、うん。だからその、売国政策、もう利権まみれ、まあ、そういったよ,ようなこととしか思えないんで、まあおかしいなと、まあ思うということで、こちらのニュースもですね、ちょっと注目されてるんで、まあ調べて分かる限りりということでお伝えしてみました。何かしらご参考になっていただける点があれば何よりです。ということで、えー、今回ここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。